bounce on the dance floor. こんにちは、ヤマトです。今回はスリップを使ったテクニックを紹介します。まずスリップをオンにします。スリップをオンにしているときは、曲をポーズ中、ループ再生やホットキュープレイ、リバースモードを使用しても、バックグラウンドで元のリズムを保ったまま通常再生が続くので、グループを損なうことなくテクニックを織り交ぜることができます。スリップをオンにしていると、ビートループはボタンを押している間だけかかります。ミキサーのロールと同じですね。では、スリップを使って実際にパフォーマンスを行ってみます。このようにスリップをオンにすることで、グルーブを崩すことなくパフォーマンスをすることができます。